いい潮風だわ。さあここを抜けたらいよいよ外界よ。気を引き締めていきましょう。戦争の方から音がしたようだけど何かしら。悪いけどちょっと様子を見てきてちょうだいね。大丈夫？みんなも連れてきたわよ。って、あ、カミュちゃん？おお、カミュよ。やはり生きておったか。お主ならただでは転ばぬと思っとったよ。さすがカミュちゃん。でも本当によかったわ。ねえ。許してください。俺もう3日ものまず食わずでこの船に食べ物が積まれるのが見えて、それでつい出来心で。カミちゃん、一体どういうことだ。この男カミではないのか。あの俺の名前は多分カミュで合ってますけど、でもどうしてそれを。あなたたちもしかして俺のことを何か知ってるんですか。お主まさか記憶を失っておるのか。俺昔のことを思い出せないんです。気づいたら世界はひどいありさまだし、本当訳が分からなくて。覚えてるのは自分の名前と何か大事なやらなくちゃいけないことがあったような、それくらいしか。こんなこと頼める義理ないですけど、もし俺のこと知ってるならあなたたちに同行させてくれませんか。特にあなたといれば何か思い出せそうで。盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。確かにわしらと行動を共にすればいずれ記憶もよみがえるかもしれんの。それに今のカミちゃんをこのまま放っておくのは危険だと思うの。ねえ連れて行きましょう。ありがとうございます。俺邪魔にならないよ頑張ります。なんだかムズムズするわ。ベロニカちゃんが今のあなたを見たらきっと笑い転げるでしょうね。おお、急に荒れてきおった。おいゴリアテ、貴様の船これ式で沈んだりしないだろうな。今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。お、匂う匂うぞ、命の匂いだ。今の声は何だ。
だの破壊軍をジャコラ魔王様よりこの海を滑るよう賜った。我が海を汚す雑魚どもめがその命魔王様のためもらい受ける。なれ化け物、わしらをなめくさりおって見ておれ。オンドリア、はあ、なわしのグランドクロスが効かぬじゃと？どうなっておるんじゃ。魔王様より授かったレッドオーブの力を使えろ。そんなもん我には効かぬわ。なんじゃ、じろじろ見よって、わしの顔に何かついとるか。わかったぞ。わしのこの姿が気に入らないようじゃな。では、これならどうじゃ。ん？この姿もダメか。ならば、これでどうじゃ。わしの姿が定まらんとこを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。お主の世界ではわしは預言者と呼ばれておる。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。ところでどうじゃ、何か釣れたか。嘘をつけ、どう見ても釣れとらんじゃないか。今はまだその時でないということじゃろうて。釣れる時には釣れる。来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが寛容じゃ。そういえば
お主の仲間にも会ったことがある気がするの。名前は確かカミュと言ったか。まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。ほれ、苦しゅうない。そこに座れ。さて、ここに来たということは何か道に迷っておるな。ちょいと失礼するぞ。お主、勇者の力をなくしたと思っておるな。残念だが、わしにできることは何もない。ただ一つ言えることはある。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてもんは見えやしないし触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてもんはな。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。そういえば、お主今溺れかけとるんじゃっけ。ま、案ずるでない。大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命にないとな。さて、いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは決まっておろう。世界を救え。気がついたのね。海に落ちた後、わしらはなんとかお主を助けようとしたんじゃ。しかし、あの状況での救出は絶望的での。黒い海に飲み込まれて、もう二度と戻らぬものかと思ってしまった。そんな時じゃった。突然、あたりが光に包まれて、お主が海の底から上がってきたのじゃ。わしは腰を抜かしそうになったがの、なんとかお主を助け、魔物の猛攻を切り抜け、ここまで逃げおおせたってわけじゃ。あら、どうかしたの？さっきまで不思議な場所にいた？次々と姿を変える預言者と出会った？まあ、気を失ってる時に夢でも見たのね。疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらえるそうだから、そこで一晩休もう。さあ、行きましょう。勇気を胸に、雷を手に。どうしたんじゃ？ぼーっと海など眺めて。あれ、今は元気になることが先決じゃぞ。この場所はもともと崩壊しておったが、さらにひどいありさまになってしまったの。確かこの辺りじゃったか。
すまんが、お主たち、これをどかしてくれんかの。わかったわ、これをどかすのね。ほらほら、あなたもそっち持ってちょうだい。ロー様、これは。これは地下通路への入り口。ユグノアに何か危機が訪れた時に城の外へ逃げるための道じゃ。わしの読みが正しければ、この先に夢で見た戦士の手がかりがある。さあ行くとしようかの。のせいで私は全てを失ったのだ。許さんぞ。この戦士はやはり。こやつと話がしたい。一旦こやつを沈めるのじゃ。ああ口惜しい。勇者千載全て殺しちゃう。さあ呪われるがいい。なんでそんなことを。もしかして戦士ちゃん、勇者ちゃんを知ってるの？やはりそうか。お主はアーウィンじゃな。アーウィンはこのユーノア王国の王であった男じゃ。それと同時に勇敢なるユーノアの戦士でもあった。そして我が孫よ。アーウィンはお主の父親じゃ。まさかこんな形で再会するとは。アーウィンよ、なぜお主はこのような姿になってしまったのじゃ。わしによく顔を見せておくれ。な、これは一体。ついに来てくれた。彼を救ってくれる人が現れるのをずっとお待ちしていました。この声には聞き覚えがある。夢で我々に
助けを求めていた声だ。あなた方のおっしゃる通り、彼はこのユグノア王国を治めていたアーウィン王です。16年前ユグノアを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、正義の光を胸に立派に王国を守りました。しかし今やその光は失せてしまった。今の彼は生きることも死ぬこともできない悪夢をさまよう悲しい屍。どうかお願いします。暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげて、彼の絶望に光を照らしてあげてください。今の声は一体。この戦士の正体がアーウィンだと分かった今、このまま放っておくわけにはいかんの。しかし一体どうすれば。新鮮な食材がやってきよったわい。何年ぶりかの。さあ、我が絶望の中に落ちてくるがよい。極上の悪夢を貴様にも見せてやろう。もし、もしあの日に戻れるのなら、地獄の豪華に焼かれてもいとわぬ。ああ、口惜しい、口惜しい。アーウィン様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただきありがとうございます。ご子息のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。皆様ありがとうございます。本日は我が国ユグノアにとって特別な日、祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。サマディオ、クレイモランを、お二人ともようこそユグノアへ。いやいや、久しぶりですな、アーウィン殿。このような盛大な宴での歓迎、感謝いたしますぞ。本日の四大国会議はロト・ゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国サマディだけのけ者にはさせませんからな。一つよろしくお願いいたしますよ。四つの大国の王が一堂に会するなど、わしが知る限り前代未聞の事態じゃって、それほどご子息、伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。本日の会議楽しみにしておりますぞ。我が息子のため遠方から来訪していただき心より感謝いたします。四大国会議が始まる際にまたお声をかけさせていただきます。私は準備がありますので。これでデルカダル王はどこに。はっ、デルカダル王は老様とお二人で城の中庭の方に行かれました。うん。
ルカダール、ロー様、そろそろ四大国会議を始めましょう。お二人とも準備をお願いいたします。ローから話を聞いたぞ。そなたの息子が、あの勇者の生まれ変わりとはな。はい。息子は四大国会議の場で、皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて、改めて実感しました。やはり勇者は、我々にとって希望の光。話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っているぞ。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。皆思うところがあるんだろう。さあアーウィンよ、そろそろ時間だ。あの子を預かりにエレノアの部屋に行ってきておくれ。マルティナのこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。この子は勇者として生を受けた希望の子。この子が大きくなったら父親に似ていかなる困難も乗り越える力強くたくましい子になってほしいわ。エレノア様に似たらみんなに優しい子になるわね、きっと。さあエレノア、もうすぐ四大国会議が始まるよ。その子をこちらへ。これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるからな。まったくあなたったら、そう強く抱きしめたら苦しいじゃないね。今日みたいな特別な日に急にこんな天気になるなんて。私さっきから何か胸騒ぎがして。エレノは安心してくれ。何があっても君とこの子は私が守るから、心配いらないよ。マルティナのお父さんは強くて勇ましいデルカダール王だ。私よりよっぽど頼りになるよ。さて会議が始まる時間だ。私はそろそろ行ってくるからね。エレノア、後のことは頼んだよ。行ってらっしゃい、あなた、坊や。あの子が、そうなのか。あの技がある。間違いあるまい。暗黒の深淵にたゆたう
邪悪の神、凍てつく黒き闇をまといて母なる大樹に迫りし時、光の紋章を携えし勇者、聖なる剣で邪悪の神を打ち、閃光となりてロトゼタシアの地を光で照らさん。老主戦記終わりの歌か。戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし以前に比べロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサーを率いるヴァンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。うん、このような事態の中、勇者と同じ痣を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか、聡明なる王たちの見解を問いたいと思う。邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃいますがね、どんなに不穏な影が世界を覆うとも、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限りこの世界の平和は約束されているではありませんか。なるほどの、勇者がいる限り平和は約束されるか。ロー殿も人が悪い。先ほど語った老主戦記、肝心な部分が抜けておったようじゃが。始まりの歌、老主戦記の第一章、勇者の誕生が記された序言だ。生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。影の名は混沌を滑る邪悪の神なり。それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。太古の昔より定められた摂理じゃって。光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の福音か、邪神の目覚めの暗示か、果たして。言葉が過ぎますよ、クレイムラン王。勇者が悪と同等の存在などと。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではないぞ。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。なんということ。わしには聞こえるのじゃよ。まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌うロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。一理あるな。デルカダルオ。緩やかに、だが確実に、世界には禍々しい足音が近づいている。その兆しが各地で起こっているのは真実だ。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元凶を絶たねばなるまい。
たとえそれが伝説の勇者であってもな。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。息子が生を授かる直前、命の胎児から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように光り輝くあざをその手に携えたこの子が生まれたのです。この子は孫うことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として命の大樹が与えてくださった希望の光です。光と闇は表裏一体などではない。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ずや闇を消し去る。私はそう信じます。よくぞ言った、アーウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら、即刻勇者を引き取るところだったぞ。勇者は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。全力で守らなければなるまい。ちと意地悪が過ぎたかの。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せ、アーウィン殿。我が国は勇者への支援を約束する。その子が16歳になった暁にはデルカダールで修練を積ませよう。勇者にはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。ベルカダール王、皆さんありがとうございます。これにて一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。では結論は出たようだな。我らの心は一つとなった。全ては命の体重の導きのもとに。さあ、これで四大国会議はしまいだ。勇者を待ちわびている者たちにその子の顔を見せに行かれよ。はい、ベルカダール王、ありがとうございます。それでは皆さん、長々とありがとうございました。四大国会議はこれにて。あ、アーウィン様。どうした。皆様お逃げください。魔物が我が城に。皆さん大変です。多くの魔物がこちらに向かっています。どうかここからお逃げください。勇者はどこだ。勇者を出せ。数が多いな。しかし悪しき異形の者どもに勇者を渡すわけにはいかぬ。ここは私とローが引き受けた。そなたはその子を連れてエレノアと共に城の外に逃げろ。デルカダロー、しかしこの数では。
案ずるな。この程度の魔物に不覚を取るほど老いぼれてはおらぬわ。私も後から必ず追う。さあ行け。デルカダール王、ロー様、ここは頼みます。よくぞご無事でいてくれました。窓から魔物の大軍が向かってくるのが見えて、あなたとその子が心配で。今は話している時間はない。この子を連れここから逃げよう。さあ私についてくるんだ。君たちのことは私が絶対に守る。たとえ何があっても。さあ早くここから脱出しよう。よし、ここから外に。感じる、感じるぞ。勇者の気配がする。どんなに姿を隠しても、その忌々しい光の波動は隠せまい。さあおとなしく勇者を差し出すのだ。私の家族には指一本触れさせん。物が次から次へと。あなた、私たち一体どうしたら。この城はもう奴らに囲まれている。正面からはとても突破できないだろう。倉庫にある地下通路へ向かおう。あそこを使えば城の外に出られるはずだ。さあこっちだ。確かこの棚の後ろに。さあエレノア、マルティナ、魔物に気づかれぬうちに早く中へ。よし、ここから外に出られるはずだ。ここは私が食い止める。君たちは早くここから逃げるんだ。あなた、でも。さあ、早く行け。忌まわしい魔物どもめ、ここは絶対に通さんぞ。
やあ！これで全部倒したようだな。早くエレノアたちを追わなければ。マルティナ、ここにもいないのか。マルティナ、この声はデルカダール王。よかった、ご無事だったのか。お前は一体何者だ。デルカダル王、お前はアーウィンではないか。皆は無事なのか。ああ、デルカダール王、よくぞご無事で。幸いにもこの戦火の中、我が息子と妻、そしてマルティナは無事に城の外に逃げ延びました。そうか、それはよかった。では逃げ延びた者のもとに我が手の者を早速向かわせよう。デルカダール王、何を。勇者の血筋などここで途絶えるがいい。デルカダール王、いたらお返事を。デルカダール王、デルカダール王、おう、よくぞご無事で。到着が遅れ申し訳ありませんでした。アーウィン様、デルカダール王、これは一体。アーウィンが突然私に襲いかかってきたのだ。だから仕方なくこの手で。そして我が娘マルティナもユグノア王妃エレノアに人質としてさらわれてしまった。なんと、ユグノア王家ともあろう方々がなぜそのようなことを。おそらく勇者の誕生がこの城の者たちを変えてしまったのだ。城を襲った魔物たちの狙いは勇者を手に入れること。そのためにあまたの命が消えていった。勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説の勇者がいなければこのような悲劇は起こらなかった。勇者は世界を救う希望の子などではない。この世に邪悪なる闇をもたらす存在、災いを呼ぶ悪魔の子だ。ロトゼタシアの平和を脅かす勇者を野放しにするわけにはいかん。草の根を分けても見つけ出すのだ。悪魔の子などではない。
出るかだろう。止めなくては。このままでは世界は闇に。エレノア、我が息子よ、不甲斐ない私を許し。家族とは死に別れ、この男の絶望はまさに高級フルコース。こんな絶望にはそうありつけはしない。だからこの男に16年前の悪夢を何度も見せ、こうして喰らい続けているの。この男の絶望は一度食べたら忘れられぬ。16年間食べ続けても飽きぬほどだ。だがしかし、そろそろ違う味も試したかったところだ。次はお前の新鮮な絶望をいただくとしよう。さあ感じるがいい。お前の心の悲痛な叫びを。ここはお前の心の中にある最も忌まわしい記憶。勇者の力を奪われ、魔王を誕生させてしまった。そしてこの世界は壊れたのだ。お前は誰も守れなかった。お前は世界を救えなかった。それは無力な勇者の罪。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまえ、それが私の糧となる。聞こえますか？あなたの中にある聖なる光は決して消えることはありません。その光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を待っています。この世界を再び光で照らすために。闇を滅ぼすことができるのは勇者であるあなただけ。さあ目覚めなさい。なんだこの光は。何、一体何が起こったの？よかった、無事じゃったか。
いまいましい光で前が見えん。貴様が全ての元凶か。さあこいつを倒してアーウィン様の呪縛を解き放つぞ。くそ、あと一歩で極上の新鮮な絶望のディナーを食らえるところだったのに。まあいい、こうなったらお前ら全員皆殺しにしてまとめてオードブルにしてくれるわ。攻撃第一。ルカに悪夢の味をくたばれ。一方せーの、わしにお任せじゃ。派手に決めるわ。やったわ。あっぱれじゃ。絶好調。くぅ、ここは一体。その眼差し、その目に宿る優しい光は、まさかそんな。我が息子なのか。そうか、私を絶望の淵から解き放ってくれたのはお前だったのだな。立派になったな。あなた、ようやく元のあなたに戻ってくれたのね。信じられない。君なのか、エレノア。あなたを苦しめていた呪縛は私たちの息子が解き放ってくれた。これで私たち安心して旅立てるわね。そうだな、エレノア。私の可愛い坊や、あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。それでもそのまままっすぐに進みなさい。あなたの中にある希望の光がきっとあなたを導いてくれるはず。父と母はいつもあなたを見守っていますよ。あなたのことが大好きよ。
これで本当にお別れじゃな。アーウィン、エレノア。ん？ああ、それ。おお、勇者の紋章が光り輝いておる。アーウィンとエレノアが勇者の力をよみがえらせてくれたんじゃな。さあ行こう、真の勇者よ。今度こそ勝利をこの手につかむのだ。